は北海道から南は九州までの全国13会場でファンのハートをがっちりと射止めて離さないドリー・テリーの兄弟チームであります。対する相手は今日は AWA 最強のタッグチームニック・ボックウィンクル、ジム・フランデル組であります。この試合の解説は東京スポーツの山田隆さんとプロレス評論家の風間宏さんにお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。中田リングアナウンサーから今 AWA の最強タッグチームジム・ブランゼルが紹介されました。金髪の悪魔、そして前 AWA 世界チャンピオン注目の金髪狼といいますニック・ボックウィンクル、最高峰を行きますテリー・ファンク、そしてプロレス界のスーパーヒーロードリー・ファンクジュニア。これから45分一本勝負の公式戦が行われます。レフリーは NWA オフィシャルレフリーのジョー・ヒグチさんであります。入念にチェックを行っておりますレフリーのジョー・ヒグチ。さあ山田さん、まずこの試合ですがね、この試合で勝ちますとまず蔵前決戦の優勝戦に進出する権利を獲得するというテリーですよね。そうですね、ファンクスとしては何が何でも今日の試合は落とせないと、勝ちたい、そして2点を取りたいというところなんですね、はい、ただねこのチームを冷静に分析した場合にですね、はい、まあAWA チームの方はジン・ブランゼルがちょっと他の3人に比べて1枚隠した、一方のファンクスではテリーが右膝にダイナマイトを抱えている、はい、となるとやはり両方のエース同士ニック・ボックウィンクルとドリー・ファンクジュニアの勝負になるんじゃないかという感じですね。です、はい、ただねチーム力としてはザ・ファンクスの方がやや上回っている、はい、大みたいですね。さあ先陣を切りましたのはテリーとそしてニック・ボック・ウィンクルであります。ニックが出ました。両チームともスタミナ、そして体力、チームワーク、破壊力、スピードといった面では非常にいいものを持っております。ザ・ファンクスは今日現在4戦しまして3勝1リングアウト、得点6でピッチャー川田と並びまして現在まで2位をキープしております。さあ早くも両選手が仕掛けました。さあ巻き上げを一戦、テリーコールが場内に飛び交っております。そして自軍のコーナーに持ってまいりました。風山さん、はい、このテリー・ドリーのチームワークですがどう見てますか、この大会。やっぱりそれは血の変えた兄弟、それはもう何と言ったって、兄弟チームですね、はい、それにまあテリーの方はねやっぱり元2人とも NWA のチャンピオン、キャリアは申し分ないんですが現状においてはですねニック・ボックウィンクルのベスト体調といいますか今上り目で一番充実してますから、はい、実力的にはですね個人的にはニックが上ですね。沈着冷静な今ドリーにタッチが行われました。そしてジム・ブランゼルにボックウィンクルからタッチが行われました。ブランゼルとドリーとの対決になりました。それで山田さんが言ったようにですね、はい、ニックの方は個人的には今充実していますがそのパートナーがちょっと落ちますからね、はい、で兄弟チームのタッグということになるとタッグの連携という点ではですねニックの方がちょっと不利になりますね、はい、今日現在 AWA の最強タッグチームニック・ボック・インクルとジム・ブランゼルは5戦しまして1勝2敗2引き分け、得点4はリーグ戦の第4位であります。やや精彩を欠いておりますが唯一の勝ち星はシークメフィスト組と反則勝ちをしております。これが1勝であります。一方のザ・ファンクスは4戦して3勝1リングアウトでありまして現在まで得点6を獲得しております。おっとドロップキック、ジン・ブランゼル非常に素早いショートレンジのドロップキック2発決まりました。さあホームタッチ、テリーがロープ越しに出ましたがこれはまだタッチが行われておりません。そして今ゆっくりとタッチが行われました。弟のテリーが出ます。人気最高、実力キャリアとも今や最高峰を行きますテリーファンク。ジム・ブランゼルがテリーの
頭をヘッドロックで取ります。かつての AWA チャンピオンチーム、このブランゼルもグレートガニアと組みまして世界タッグを保持しておりました。まあ、ニックとそれからブランゼルというのは大変山田さん気心の知れた、パートナーなわけですね。そうですね、はい、あの同じ AWA のサーキットでやってた中ですからね。まあ、あのニックの場合はレイ・スティーブンスと組んで、はい、タッグのオーダーを持ってた。で、まあ、先ほどのお話のようにジェン・ブランゼルはあのバン・ガニアの息子のですねグレッグ・ガニアと一緒にやってた、はい、オーダーを持ってた、はい、まあ、ハイ・フライヤーズという非常にあの先から飛び技を見せてますが、そういった点では非常にね息がいいんですが体の点で1枚落ちますね、はい。まあ、かつてはジャンボ鶴田天竜組などとミネアポリスで戦っておりますそのハイフライヤーズの傍らでありますジム・ブランゼル。問題はね、はい、テリーがねエキサイトしちゃダメなんです。あのね先ほどのように冷静にね、はい、タッチを兄貴のドリにつないでいくという戦法を取っていればまずまず負けるという不安はないですね。なるほど、はい、ということは、兄のドリーの方がイニシアティブを取らないとちょっとこの試合も危ないということになりました。そうです。ただね、ニック・ボックウィンクルという人が非常に実力もあると同時に老快なファイターですからね、はい、その辺テリーをですねエキサイトさせる方向に持っていくとファンクスとしては苦しい展開になってきますね、はい。さあリング上はニックとそしてテリー体当たりを見せました。さあどういう飛び出るか。おっと逆に回転エビ固めいったがこれは返しました。これは返しました。この辺のニックのですね全 AWA 世界チャンピオンのニックのやはり貫禄でしょうかね。動きは素晴らしいですね。もう絶対に相手に食らいついていくという、はい、このファイトですね。まあ試合前にニックに来ましたところ3日前に風邪をひいて、あまりコンディションは良くはないけどもファンクスには何としてもとにかくやはり AWA のメンツということを言っておりましたがね当然ウィマスビウィンと、はい、盛んに言っておりましたが、まあしかしね、それだけメンツをかけているというような気がしますね、はい、私はいつも思うんですが、ねはい、このニック・ボックウィンクルっていう人リングの上と私生活とこれほど違う人もいないんですね、うん、もう本当にひとたびリングを離れるとね大ジェントルマンですね、はい、それからもうリングの上上がるとありとあらゆることをやるファイターに変貌する、うん、あら素晴らしい本当のプロですね。まあこのシリーズはあまり調子が良かったけれどなかったけれどもまたぜひ来年も参加したいとまだパートナーは、ブランゼルにするか未定であるけれども、とにかく来年は頑張りたいということをもう、早くも語っておりました。そうですね、はい、まあ今までの成績が多少不本意なだけに今日の一戦には非常に期するものがあると。もうちょっと待ってください。おーっとバックドロップ来ました。バックドロップちょっとその抱え上げました。おーっとこれは外れました。ブランゼルが出ました。ショットボックインクルグロッキー気味。さあスピードとそしてテクニックを持っているブランゼルにタッチが行われました。一方のこのテリーも絶対に勝たなければ優勝戦に出られないんだから絶対勝つんだということでした。そして2日前長崎大会で風邪をひいて、ちょっとやはり体調を壊しているとしかしそんなことは言っていないとそういうことを言っておりました。まあとにかくたくさんのファンから今日も、千羽鶴とかあるいは、子供のおもちゃだとかそれから手紙を手渡されておりました。で何が一番そのプレゼントで嬉しいかったらやはり手紙だそうですね。テリーはそうですね、非常にあの手紙をね丹念に読んでますね、はい。そしてまあ私に、ぜひテレビを通じて、たくさん、プレゼントをいただいたのでお礼を言ってほしいとそのように預かりました。そのテリーが今ジム・ブランゼルと対戦しております。そしてブランゼルからニックにおーと今度はドリーにタッチが行われました。ドリーとそしてブランゼルの一戦となります。やっぱりねこれはテリーね、はい、この冷静さがあればいいですよ。なるほどね、はい、こういう風にねタッチをしていけばいいわけです。あくまで冷静沈着なプロレス界のスーパーヒーロードリーパックジュニア前 NWA AWA 世界チャンピオンのニックと今対戦しております。今年の7月18日にシカゴでバンガニアに敗れまして AWA の王座は転落しておりますが虎視眈々と AWA のチャンピオンを復帰を狙っておりますニック・ボック・ウィンクルであります。まあ、ただね、はい、テリーとしてはあの心情的にね自分がもうできるだけ長い時間かき回して、うん、兄貴にベストコンディションでフォールしてもらいたいと思ってるんですよね、はい。ただそれをやりすぎるとちょっとね
墓穴を掘ってしまう危険性もありますよ、はい、深追いは禁物です。今度はダブルアームスープレックスに行く体勢か。しかし腰を落としてドリーがこらえる、ドリーがこらえる。ニックボックインクル、怪力のニックが今グーッと持ち上げますが、しかし懸命にこらえる。ドリーの顔が金髪狼、前 AWA 世界チャンピオン、ニックボックインクル、はい、もうドリーの顔が真っ赤ですね。いわゆるあのキッチンウイングといいますかね。そうですね、チキンウイングでね、あのいわゆるダブルアームを取ってるわけですからね、はい、これはきつい技ですよ。完全に逆に取りまして腕を絞り上げるという技。まあ今年の6月22日に鶴田がミネアポリスのオーディトリアムで、当時世界チャンピオンだったニックに挑戦して5回連続のコプラツイストを、かけてニックを完全にグロッキーした場面もありましたけれども、まあその後26日目にニックは AWA の王座を転落しております。さあ今度はシュッターアタック、エルボーを見せました。これはかなりダメージがあったようですね、はい、カウンターになってますね、はい、さあ今度はブレンバスターの体勢か。おっとそれをこらえる、今度はニックがこらえる。そしてテリーに今タッチが行われた。テリーとそしてニックの、おっとスープラトンのブレンバスター行きました。カウントは1であります。かなりテリーもピッチを上げております。そして今テリーとニックの対戦、今度はエルボーを見せます。エルボー一発目は3発、おーっとロープを使っての攻撃であります。そしてヘッドバットを返す、ヘッドバットを返します。すごい戦いですね。ブランゼルにタッチが行われました。まあ両チームの死闘といいますかね、はい、やはり AWA と NWA のメンツというのがかかっていると言っても過言ではないでしょうね。そうですね、本当にねすごい戦いですね、はい。さあ今度はテリーが場外に転落しました。テリーが場外に転落しました。まあテリーと言いますと今年の4月にブッチャーと対戦して、そしてこの大阪府立体育会館でビール瓶の攻撃を胸に受けまして非常に血だらけになった。まあ放送禁止という形になりましたけども、放送はしなかったんですけども、大変にその、凄惨な試合が見られましたよね。そうですね、まあ、あの相手がね、はい、ブッチャーであればああいうことも起こりうるわけですね。さあ今度はニックが、おーとテリーの右膝に行きます。テリーのウィークポイント、ブッチャーに散々フォーク、そして組み直で痛めつけられました右膝。その右膝を完全に非常にも狙ってまいります。まあこういうところは田沢さんね、はい、レフリーはリングに上がったらもう命がけという感じがしますね。あのね、はい、昔のフランク・ゴッチとジョージ・ハッケン・シュミットの試合を思い出しました、はい、あれも痛めてる膝を狙ってね、はい、待ってください、今足音の字に来ました。ニックが足音の字に行った。テリーの右膝を決めている、右膝を決めている。テリー大丈夫か、テリー大丈夫か。ニックが懸命に絞り上げる、ニックが絞り上げる。どうだどうだ、効いている、上樋口が効いている。何としてもこの試合は勝ちたい。テリーパンクスであります。完全に足音の字入っております。どうですか山田さん、うん、完全に入ってますね。あのねニックのね入ってるだけじゃなくてニックの攻め方がうまいですね、はい、非常にあの体を反らしてね、はい、あの相当はあれはダメージが大きいですね、はい、さあどうやってクリアできるか、脱出できるか。テリーまだあと40センチぐらいございます、はい、もうこうなったら気力しかないでしょ。なんとしてもこらえて、そして兄貴のドリーにつなぎたいテリーであります。これニックうまいですよ、この一つの根性を見せ所であります。あさあそしてジム・ブランゼルにタッチが今行いました。これは足音の字をかけといてタッチということはもう一回、あやはりもう一回いきますね。おっとスピングトーホールドに行って、そして足音の字もう一度、今度はブランゼルが足音の字フィギュアフォーレグロック。あしかしこれは随分危険な作戦を取ったものですね、うん、そうですね、一旦外しておいて、はい、おそらくね、まあ、それだけやるテリーの右足のダメージというのを読んでいるわけですね、はい、あのおそらくニックとしてはね、はい、自信があったんでしょうね、うん、さあ何としても勝ちたいこの試合。ザ・ファンクス、この試合に勝てば得点が8で単独トップに
この時点では踊り出ます。決勝進出の権利を獲得するザ・ファンクス。さあまたも痛めつける。今度はニックに交代。顔が真っ赤、体が真っ赤、捉えるニック・ペリー。なんとか助けたい血を分けた兄弟、なんとか助けたいドリーでありますが、しかしレフに制せられまして、また出ました。完全に膝が決まっております。おーと今度はもう一度出ました。まあこれ防止戦ですからね、痛めてる膝を完全にやられましたね、はい、完全に狙われた、完全に狙われておりますが、はい、しかし何とかしてこれを脱出したいテキサスブロンコの意地を見せてほしいテリー・ファンク。再三にわたりまして右膝の切開手術をして、一時は再起不能と噂もありましたが、7月の末にアフリカのナイジェリアで遠征しまして、そしてまた再手術の話なども上がっておりますテリー・ファンクです。さあなんとか頑張るテリー。テキサスブロンコの意地の見せ所、ジム・ブランゼルを攻めつける。さあしかしショートレンジのドロップキック一戦、もう一発リアでいきました。テリーの喉元に決まりました。このショートレンジのドロップキックが非常にいい、ジム・ブランゼルです。今度はドリーに交代しました。ようやく立ち上がれた。またドロップキック、またドロップキック、飛び木道具一戦。おーっと今度足を取った。おーっとボストンクラブの大勢だ、ドリーのボストンクラブ。おーっとこれは返された、これは返されました、これは返されました。今度は逆に逆に返した。ブランゼロ、ヤケビン取りました、ヤケビン取りました、エリアタメン取りました、ドリーファンクが取りました。テリーね、はい、テリーの作戦がズバリ的中しましたね、はい、テリーがもうかき回してかき回して自分の身を犠牲にしてドリーにフォールさせた、これがやっぱりファンクスの作戦ですよ。さあこれで得点争いはこの試合に勝ったザ・ファンクスがこの時点で得点8、単独トップに躍り出ました。しかしね、うん、今日のテリーは実に素晴らしいですね。そうですね、自分の身を犠牲にしてね、はい、ファンクスの名を挙げたですね。なるほど、いわゆる、身を切らして肉を切るというか、そうですそうです、肉を切るというか、はい、そういう作戦だったわけですね。自分はね、ダメージを負いました、はい、しかしね、もうほとんど無傷状態のね、ドリーがね、まあいいゴールを取りましたね、はい。この時点でこの世界最強タッグ決定リーグ戦終盤戦を迎えました大阪大会、得点が8で馬場鶴田組の7点を抜きまして今トップに立ちました。館内から大きな祝福の拍手と歓声が上がっております。ザ・ファンクスであります。悠々凱旋して退場いたします。ザ・ファンクス、ヘビー、そしてドリーであります。大きな声が上がっております大阪府立体育会館。